こんにちは、山線の堀部です。今日はフォーナインズのレディースの新作フレームをご紹介したいと思います。こちらが今日ご紹介するフォーナインズの M53 になります。プラスチックの部分とこうチタンフレームですね、ミックスされたミックスフレームになります。今日はですね、山線の甲一点ゆり子さんに、モデルになってもらいたいなと思っています。ゆり子さん、お願いします。はい、ご指名ありがとうございます。はい、忙しい。これがね、今日入荷した、フォーナインズの M53 というモデルなんですよ。綺麗ですね、色がね、うん、はい、いいでしょ。でこれね、ちょっとかけてみてもらいたいなと思います。はい、ちょっとかけてみて、はいはい、じゃあこれ手持ちにしてみますね。はい、じゃあこんな感じです。はい、かけ心地どうですか。あ、もうフォーナインならではのちょっとこうね、ホールド感があっていいよね。うん、ありますね。相変わらずかけ心地の良さは強いです。うん、でこちらね、あのレディースの場合はね、逆あるヒンジじゃなくてね、 S 字ヒンジになってるんですね。はい、機能はね一緒なんだけど、あのすごくかけ心地がいいと思います。でこのスタイルはね、サーモントスタイルって言って、こう、なんていうかな、眉の部分のスタイルと両方あるね、はい、あのスタイルだね。そうですね。で、あのテンプルもすごく細身になってて、優しい感じですよね。はい、このなんかね、全然ね、圧迫感もなくて、いいですね。はい、で今日ね、色がね3色届いたんですよ。はい、でそれともう一つちょっとかけてみてもらえますか。はい、でこちらいいですか。先に、はい、わかりました。こちらをまあ、ちょっと同じ感じに見えるんだけど、こちらちょっとまた微妙に違うんですよ。ブラウン、はい、ブラウンでちょっとピンク系の符が入ってる。符っていうのはメガネでいうところの模様っていうことだね。符が入ってるって、はい、符が入ってるって言うんですよね。はい、豆知識だけどね、それはね。はい、そうですね、皆さん、これもいいじゃないですか。なんか今日ヘアスタイルいいですね。これはね、私の本当に、はい、うん、上手なところ。え、もしかしてカームさんに行ってきたんですか。そうですね、はい、カームさん、佐藤さんにやってもらったんですね。カームの佐藤さん、はい、カット上手なんですよ ね、 そうですね、はい、よろしくお願いします。今日も特にまた私の希望でやってもらいました。じゃあ次にね、こちらのピンク系の枠をかけてみてください。はい、これはピンク系ですね。はい、柔らかい感じが出るんでしょうか。あ、柔らかいね。いいんじゃない、これも、うん、おしゃれ、おしゃれだね。品がいいね、これもね。そうですね、はい、これはもう皆さんかけ心地もいいし、うん、色合いも選べますけども、いい、はい、またこの色もね、いいね、溶け込むような感じで、はい、はい、3色かけました。そうですね、はい、今日そうだな、1つ選ぶとしたらどれにしようかなって思うんだけど、はい、僕はね、これがいいと思うんだけどね。あ、それね、うん、ちょっとかけ直してみますか。はい、はい、じゃあうちの店長が一番今日、まあ色みんな微妙なんですけど、うん、一番良かったかなと。これがいいかなと思いました。わかりました。これ2番目にかけたフレームですね。これは若々しく見えるからじゃないですか。もう元が若々しいけどね。はい、またそれをなんかそこちょっとメガネから始めた会話になるので、はい、はいこんな感じです。はい、そうですね、はい、あのフォーナインズの、ね、新作、こうレディースに限らず、うん、続々入ってますので、そうですね、ぜひね、山線でフォーナインズの新作を、ね、体験してみてもらうといいなと思います。うん、皆さん見るとね、はい、やっぱりいいなって、あの会話がね、はい、弾んでますね、皆さんの会話も、うん、よかったですね。よろしくお願いいたします。はいはい、ケースもね、これ新しいケースになってるんで、はい、あのまたね、そうですね、来店したらケースもね、本当にね、スッキリとしたね、はい、ちょっと今度来た時にコンパクトになるやつですね。はい、すごくいいですね、あのアイデアはね。はい、はい、ヘアスタイルいいですか。はい、いいですよ。はい、やっぱりグッと、グー、うん、やっぱり上手ですね。はい、カームはね、佐藤さんね、はい、本当安心します。はい、横からね、撮った時に分かった。ありがとうございます。うん、はい、スカームのみんなありがとうございます。はい、佐藤さんのとこですよ。はい、はい、であと入れとくからね、テロップ入れときますからね。はいはい、お願いします。はいはい、じゃあ今日どうもありがとうございます。はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。ぜひお待ちしてますよ。はい、ではまた、はい、失礼します。